転換は、こう転換はこう持ってきたときに自分が安定して、安定してることね。安定してるのが大事。で、安定してないとやられちゃうから。あ、で、持たれたらやられちゃう。で、そういうことがいっぱいあるの。いっぱいあるっていうか、大したことないんだけど、真ん中で持たせてるの。で、やべえなって、こういうふうに真ん中。で、それが基本なんですよ。自分の基本。で、持たれたらやられちゃうんで、だから持たせないの。持たせないっていうのは、こういうふうに来た時に持たせない。はい。持たせないって話してる。そういう。だから遠くにやると、力が、テコの原理でね、すごく大変。重たい。だから自分の近く。そして体を使ってこういうふうに、足が自由とかね。そういうことでやってるんですよね。だから転換。で、転換の時はこういうとこ感じてないとやられちゃうから。感じてるってこと。そして、こう、上だったら上。で、自分を防いでる。真ん中で自分を防いでる。そしてこう、足自由とか、そういうことね。そういうことで転換やってるんですけど。じゃあ転換からやりましょう。こういうふうに持ってきて、こう打ってくるね。打ってきたときは、ここにいたんじゃやられちゃうから。ここにいたんじゃ来ちゃうから。上がってきたときに、こういうふうに入ってるの。で、ここにいたらやられちゃうから、こっちか。に入らなくちゃいけないよっていうふうに貴重丸同士が言われたの。そしてこう来たらここにいたらやられちゃうの。だからこっち来てもいいの。でもここの歯があるからね、この歯は気をつけなきゃいけない。それでこう、そしてこういうふうに回ってこういうことです、それからこうね、ここにいたんじゃないじゃん。だから、すぐ、こっち入って、こういうふうに入って。で、刃物だから、やばいから。そして、こういうふうに持ってきて、どうかな。親指潰すのやりましょう。親指をね、親指をこう来て、こう来て、ここ4挙。四挙の指。そして、伸ばしてきて、この手は、こういうふうに、自分の方に近づける。この手は外に出す。そういう形で。そうすると四挙は効いてくるから。こういうふうに来て、膝でここを押さえて、鈍角にして、ここの、こういうふうに。そうすると、ここ握っててもね、握ってても、こうやってやると、開いちゃうでしょ。こうやって。そして、この手を向こうに出す。そうすると、取れるから、それをまずやってみようかなって。で、こういうふうに切って、まあいいや。どうでもいいんだけど。こう、来たら、どいて、こう。そして、この手はこっち。この手はこっち、こっち。ね。そして、こういうふうに来たら、こういうふうに出してるの。こういうふうに。で、こういう手もあったんだけど、これは、なしにして、こういう、貴重丸同士の、こういうふうに来ると、ここに体重が乗ってくるから、こういうふうに来ると、ここがいてててなって、こういうふうに抜けるって、そういう話ね。じゃあ、これからやってみようか。これからやってみようか。こういうのね。こういうの。で、ここ見ないこと。こう来てるの分かってんだから、こうね。それでこう触ってる。で、これ転換と同じ。だから、こう来て、こう触ってんだけど、転換。瞬間触るかもしれないけど、転換と同じ。そして、彼女は、こうに、足ついて、こうになるんだよね。だから、感じてる。そうして来た時には、こうに、上から下に。
出してるっていう、そういう話。感じてるのが大事だから、これ感じてないとやられちゃうの、やられちゃう。だから感じてるのが大事、感じてるの、ここ感じてるの。そして上がってきた時にこういう刃物を使って彼女ので、 その練習ね、つかせるの、これを逃げちゃったら、いやいや追っかけてくるんだから、でつかせるの、そして感じてるの、感じて振り返ってきて待ってたら来た。だからこうやって来た、感じてるんだけど、来たら上から下に落として、それで刃物を使ってこうね、彼女のを透けてこう、そしてこう刃物がこっち向いてればこういうふうにやるんだし、こっち向いてればどうすんだ、こういうふうに抜けるかな。そういろいろこの学びがあるからね、あのそういう形。じゃあ月でやりましょう。こう感じてる、そしてこういうふうに上から下に落とす、上から下に落とす時にここの刃物を感じてて、そしてこうね、刃物、そしてまあこう、そしてこうかな。じゃあそういう形で、じゃあ刃物で少しやってみよう。こういうふうに横目打ちくるな、こうね、その時にこの刃物だからこういうふうにして、こう避けなきゃいけない。ここにいたらやられちゃうんだよね。だからこう当たってこう避けてこうね、そしてこうとか、いろいろさばきがあるのね。でこういうふうに来て、こういうふうに来て、こういうふうに来るとかね、いろいろさばきがあるんだけど、この横目打ちと同じだ、しょっちゅう稽古してるじゃないですか。この手をあんまり、なんていうのかな、刃物だからこうにね、それでこう来るとかさ、まあ横目打ちの四方投げとかっつうと、この手いっちゃったらこう来ちゃうから、だから全体的にこう振りかぶってきた時にこういうふうに入って、この刃物ね、そして足が自由。いつもやってることと同じだから、刃物だからといってさ、同じなの、こう同じ。そしてこういうふうに返ってきて、こう来るんだったらこういうふうに自分がこう下げて、こうそういう感じね。じゃあ横目打ちでちょっとやってみましょうか。あの刃物っていうのはね、これ稽古方法でこういう刃物使ってるんで、だからね、普通は刃物っていうのは隠してるんですよ。でこうやって持ってきてね、で逃げられないようにしててぶつかすの。だからこんななってやる人いないんだから、だからあのこれは稽古としてやってるの。だからこの時に教えてるのは、刃物を教えてるのは、こう刃物見ちゃダメよ、それから相手の中心大事だよとか、そういうことを教えてんの。それで自由にさばきなさいねって、自由にさばくのね、そういうことを教えてんの。だから教えてるんだから、こう刃物持ってる人と俺は立ち取りやってるから大丈夫だよって、やったらやられちゃうんだから、あの普通はね。で刃物持って立ち向かってくる人は大体頭おかしい人だから、頭おかしい人はさよならって、そういう感じにした方がいいのね。で これはだからそういうふうに思ってた方がいいので、刃物ってのは普通は刺そうと思ったら本当に隠してんだからね、それ最終的に刺すのね。でそういう話ね。でじゃあまあこれじゃあ置いて、こう呼吸法やりましょう。呼吸法はまっすぐかフォームをこうキープしてるって、こうそういう形ね。でこうって手にいったらやっぱ負けちゃうんだから、ガーッて負けちゃうんだから、なるべくこう顔とかね、こういうビール飲むとか、そういうことでまっすぐそで、あいかにこの手に付き合わないかってことをね教えてんのね。だから教えてるんだから、それに付き合わないで、付き合わない、こう手に付き合わないで
他が自由ですよっていう、そういう話で、まっすぐそういうこと。じゃあやりましょう。